こんにちは、シンガーソングライターの畑中真美です。本日はユーミンの宮司の伝言の弾き方講座をやっていきます。この曲はダウンとアップのジャカ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 っていう基本中の基本のストロークで弾く曲なんですけれども、アクセントを入れることによってズッチカズッチカっていう風に聞こえます。ということで、アクセントを入れる練習、グルーヴを出す練習にぴったりの曲になっています。あとですね、出てくるコードが全部で5つだけなんですよ。なので初心者さんにもぴったりの曲になっていると思います。練習したい箇所を繰り返しご覧いただけるように、概要欄にタイムスタンプを貼っておりますので、ぜひご活用ください。で、この弾き方講座である程度弾けるようになりましたら、別の動画にこの曲を1曲丸ごとカバーしたね、カバー動画がアップしてありますので、そちらの方をぜひご覧いただいて一緒に弾いてみてください。それでは行ってみましょう。はい、本日は原曲キー3カポでやっていきますので、カポを3してください。そして曲に入る前に、今回のストロークはこちらになってます。ズンチャカズンチャカズンチャカ、これなんですけれど、これはどうやって弾いてるかっていうと、ストロークの基本ジャカジャカジャカ、ダウンとアップのジャカジャカ弾き、これを1、2、3、4、1、2、3、4ってカウントした時に2と4のところにアクセントを入れます。ズンジャカズンジャカ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 、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、ズンジャカズンジャカジャカジャカ。はい、こうなります。コツなんですけど、ダウンとアップをジャカジャカで繰り返すだけの時はジャカ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 ということで、手首を使ってうちわを仰ぐようにこうダウンアップダウンアップを繰り返すんですけれども、アクセントを入れるときに、ズンチャズンチャズンチャという感じで、肘から結構私は肘を使って、大きく動かして振り下ろしてバシッっていう感じで結構勢いよく、ストロークをします。はい、そのようにやっていただくと、グルーヴが出せるんじゃないかなと思います。ルージュの伝言は、1曲を通してこのズンチャカズンチャカがね、基本になってますので、ここでできるようになってみてください。はい、では A メロからやっていきます。ではお手本を弾きたいと思います。ですね、ちょっとこのホワイトボードを見てほしいんですけれど、今弾いたところがここですね。ここを2回繰り返してこうこうこういう感じで弾きました。はい、でやっていこうと思うんですけど、じゃあここからいきます。頭からですね、アンノヒットののところは C ですね。はい、ズンチャカズンチャカを1、2、3、4で数えると、1、2、3、4、1、2、3、4で、1、2、3、4が、2回続きます。2小節ってことですね。次 A マイナーコードチェンジですね。ここでコードチェンジ、ために A マイナーですけれども、 A マイナーも1、2、3、4、1、2、3、4が2回、2小節続きます。で、コードチェンジなんですけれど、C から A マイナーは、この薬指、3弦の2フレットに移動するだけです。なので、人差し指と中指は移動しなくていいんですね。つけたまま。この移動だけです。はい。という感じで、ここ。
ここはちょっとね、コードチェンジがゆっくりになるので、弾きやすいかなと思います。はい。で、ここの部分を2回繰り返します。いきますよ。2回繰り返しました。そしたらその先、黄昏迫る街並みやーのとこなんですけど、それがここですね。F G C、 まずここまでいきましょう。 F G C、 この F G C というコード進行たくさん出てきますから、この曲の中にね、もうここでここにも出てきてますけど、なので F G C 一流れで覚えてしまいましょう。はい、F はバレエコードを使ったこういう押さえ方なんですけど、ちょっとこれね、押さえるの難しいよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、繰り返しやってるとできるようになると思いますので、頑張ってやってみてください。で、この人差し指でこうやって押さえるのができない方は、この握っちゃうタイプの、こういう握り方でもいいと思います。やり方でもいいと思いますので、はい。これ鳴らせるように頑張ってください。多層が F、次が G。で、ここはさっきと比べると 1,2,3,4,1,2,3,4 という感じで、コードチェンジが C から Am の時よりも早く来ますので、頑張ってください。 F G C ですね。はい、でその先行きましょう。黄昏迫る街並み、やるの流れ。はい、ここですね。ここがですね、この曲の中で一番コードチェンジが忙しく来るところですね。2拍ずつ C E C 音 B A マイナーということで、この C C 音 B A マイナー、これも F G C と同じぐらい、毎回結構たくさん出てきます。もうこれ、この3つセットで C、C4B、Am、人流れで覚えてしまいましょう。はい。ちょっと押さえ方からやっていくんですけど、C はまあ、いつも押さえてる C なんですが、その次、C4B っていうね、このコードなんですけど、C の C というコードのベース音が、ここね、ベースを一番低い音。ベース音が B、ここ B の音なんですけど、B、ベース音が B になりましたよっていうのが、これが C 音 B ですね。ということなので、C から変わってるのは、ベース音、このベース音が、こっちに1個移動しましたっていうだけなんです。この違い。で、さらにその先 Am。Am は、薬指が外して、3弦の2フレット押さえると、これが Am です。なので、コードチェンジちょっと早くて難しいけれども、移動する指はずっと1本。C、C4B、Am。ということです。5弦だけ注目すると、っていう感じで、てんてんてん、下がるのをやりたいんだよっていうのを覚えておいてください。 1,2,1,2,1,2,3,4 カウントの仕方はね。黄昏迫る街並みや車の流れ。はい、でその先がここですね。 F でよく止めて起こし、これはですね、1回目の A で、ここまで来たらもう1回同じことをここから頭から繰り返していくんですけど、ここの G の1小節が、A と A のつなぎ目の役割をしてます。で、このつなぎ目のところの弾き方だけ、ずんちゃかずんちゃかじゃなくなります。ちょっとやってみましょうね。はい。この、
ていう風にやるんですけど、ジャーカー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 って弾いてるうちの、ジャ、ジャはアクセントしないで、カから入れる。カ、ジャカ、ジャカ、アップから。カ、カ、ジャカ、ジャカ、ジャカ。っていう風にアクセントを入れるっていうね。ズンチャカじゃなくて、カ、ジャカ、ジャカ、ジャカ。これをね、入れてあげてください。それで、ここが終わったら、次はまたこっち頭に戻って、もう一回同じことを繰り返していきまーす。で、もう一回二回目繰り返した後、ここまで来たら、今度は G じゃなくて、コードが C。C に行って、その後、サビが来ます。はい、じゃあここまでを、ちょっとゆっくりテンポを落として弾いていきます。できる方は一緒に弾いてみてください。2回繰り返さずですね、ここまで来たらこっちに戻らず、そのまま C を私は弾きますね。でサビの方に行くようにします。いきますよ。 1,2,3,4 2回繰り返したところになります。はい、でサビやる前に、つなぎ目のところのことをちょっとお話をしたくて、ここなんですけど、 F から横目で追い越して C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  で C ずっと C なんですよ。ここ不安な気持ちをまでずっと C なんですね。C がずっと続くと、どっからがサビなのっていう感じになって、サビ感がちょっとなくなるかなって私は思ったので、ここ、横目で起きまして、あんな気持ちを、ここで、この最後の C のところで、カジャカジャカジャカ、って感じで、もう一回握り直してるんですよ。コードチェンジないんだけど、別にコードチェンジしないんだけど、握り直してるっていうか、このジャーっていう音を出して、っていう感じでサビ前入ってたりします。弾いてたりします。これはできたらでいいです。余談です。余裕がある方は、ここからサビだよっていうつもりでね、こう、ちょっと離して、押さえてっていうのを入れてみてください。はい、ではここからサビになります。はい、やっていきますね。お手本です。はい、では A のお尻から、やってサビに入っていきます。になります。ここをやっていくんですけれども、コードのね、コードチェンジのタイミング見てもらうと分かる、この通りなんですけど、サビここからですね、不安な気持ちを C から始まるんですが、 C、C、Am、Am、F、F、G、G って感じで、割と、コードチェンジのタイミングがゆっくりです。2小節余裕がありますので、割と弾きやすいかなって思います。で最後の叱ってもらうわマイダーリンのとこだけ F G C って感じで、最後だけ1小節ごとのコードチェンジになっています。 A メロ弾けてたら
多分こっちのサビの方が簡単なので、もういきなり一緒にゆっくり弾いちゃってもいいかなと思いますので、弾いてみましょう。最後のシゲだけカチャカチャカチャっていう風に、ちょっとアクセント、気をつけてやってみてください。ではゆっくり弾いていきましょう。ですね、間奏、1番と2番をつなぐ間奏になるんですけど、コードは C で AmFG という感じになりますね。はい、つなぎ目のところで、いつも、カチャカチャカチャカってやってあげると、あ、こっからまた変わるんだなーっていう、A パートに行くんだなとか、サビに行くんだなっていうのがね、わかるように、カチャカチャカチャカっていうアクセント入れてあげると、わかりやすいかなと思います。はい。で、こっから2番の A メロやっていきたいんですけど、カッティングを入れるところだけ、ちょっとやってみます。感じでやるんですけれども、何をやってるかっていうと、ミュートをしています。基本のストロークはこれと同じなんですけど、ズンズンのところをミュートをする、ズンだけ音を出すっていうことをやっています。で、ミュートはどうやってやるかっていうと、 C の場合は、今音が出ますよね、普通に弾くと。で、これをまずこっち左手はグッて力を入れてた指を緩めて、で弦に軽く触れて、軽く触れて寝かして軽く触れて、そうするとこういう音が出なくなりますね。この状態を作ります。これでミュートができるんですけど、ただこれだけだとちょっと音が鳴っちゃう時もあるので、こっちでも私はミュートしています。ここの手の、腹を使ってこう、ここを当ててね、でこっちでもこういう風に音がピキパキピキパキするような、こういう音じゃなくてこういう音が鳴るようにして、2つでミュートをしながら、ズンチャカズンチャカズンチャカズンチャって弾いています。で、今 C だったけど Am だったら、Am はね、ちょっとね、開放弦があったりするので、ここのミュートが少し難しいかなとは思うんですけど、私は親指でこうやって、ちょっとゆっくりやると、ズンチャカ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 っていう感じで、ミュートをしてカッティングをしています。できる方はやってみてください。できない方はね、全然普通にズンチャカ弾いちゃってね、全然いいと思います。ではこのカッティングのところだけおさらい、ゆっくり弾いてみます。できる方は一緒にやってみましょう。
って感じになります。この後、さっきみたいに A メロのね、コードとか全部同じなので繰り返してもらって、で、サビまでまた繰り返すんですけど、一番最後の最後のサビだけね、ちょっと違うので、そこだけやろうと思うんですけれども、しかでもになります。はい、ポイントはね、ここですね。またコードチェンジが早く来るところ、ズンチャズンチャズンチャ、ここが A メロに出てきた黄昏迫る街並みや車の流れと同じコード進行になっていますね。はい、でここからもうアウトロに入るんですけど、アウトロは二小節ごとなので余裕があると思います。コードチェンジね。C、C、A マイナー、A マイナー、C、C、A マイナー、A マイナーという感じで、繰り返し弾いて終わりになります。はい。じゃあ、最後のとこね、またゆっくり一緒に弾いてみましょう。じゃあ、叱ってもらうわ、マイダーリン。ここの F からいきますね。いきますよ。ワン。しかってもらうのはマイナー、一二一二一二三、知ってもらうのはマイナー、一二三四二二三四、一二三四二二三四、一二三四二二三三、ということで以上になります。皆さんお疲れ様です。はい、最後まで皆様見ていただきありがとうございます。本日はお知らせがあります。はい、3月の15日、来週ですね、火曜日なんですけれども、 YouTube ライブやりたいと思います。久しぶり、ちょっと時間が空きましたけれども、はい、時間は夜の8時頃からね、いつも通りちょっとゆったりと始めようと思ってますので、ぜひお時間ある方はいらしてください。またギターね、弾き語り、歌ったり、おしゃべりしたり、してゆったりやっていこうと思っております。もし変更がある場合は概要欄にね、最新情報を載せるようにしておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日も最後まで見ていただき本当にありがとうございます。いつもね、皆様の応援にとても励まされております。ありがとうございます。ということで、ここまでのお相手は畑中真美でした。また来週 YouTube ライブで夜8時、3月15日お会いしましょう。またねー。